Mk50機雷はアメリカ海軍が開発した数種類の機雷に与えられた名称である。それぞれ50番台の正式名称が与えられている。アメリカ海軍では演習や訓練に用いているが、海上自衛隊では複数形式を導入して現用の装備である。Mk52機雷Mk52機雷は航空機敷設型の艦砲型沈艇機雷であり、重量は1000ポンド、作薬量は HBX-1 を625ポンド、充填している。潜水艦と水上艦の双方に対応している。筒型の形状をしており、様々な艦砲方式があるが機雷本体はどれも同じ構造をしている。Mk55機雷Mk55機雷は航空機敷設型の艦砲型沈艇機雷であり、重量は2000ポンド、作薬には HBX-1 を採用して1290ポンド、充填している。大きさ以外はMk52と同じ形状、特徴を持っている。全長89から7、8インチ、直径23から3、8インチ。Mk56機雷Mk56、Mk57機雷は1966年に開発された対潜水艦用係機雷である。Mk56は航空機、Mk57は潜水艦によって敷設される。高速かつ深々旅を航行する潜水艦に対応するために、全領域磁気センサーを備えた磁気艦砲式を採用し、磁気を発しないステンレス製艦隊と鋳鉄製係、ただ式で構成されている。ありがとうございます。